よっ、どうも、キョでーす。やっていくぜ、つむつむ。前回からちょっと間空いたんだけど、まあ、レベルが3つ上がったぐらいで、それ以外は特に変化なしかな。あ、そうね、今日始める前にちょっと皆さんに一つ、ご報告が。あのですね、このつむつむの動画を上げるようになってから、ちょっとつむつむ始めましたみたいな、冷やし中華始めましたみたいなノリで言ってくるやつもいるんだけど、つむつむ始めましたとか、一回やめたけどまた再開しましたみたいな人がね、増えてくれたんです。ありがとうございます。皆さんつむらーになってください。昔一世を風靡したアムラーではなくつむらーになってください。よろしくお願いします。で、今回は前回前々回がさ、解説系でやったから、コインを集めるのがこうだとか、こいつはこういう風でやって面白いみたいのでやったから、ちょっとまたね、初見もしくはほとんどやったことないっていうやつをやっていこうかなって思うんで、やっぱ俺そっちが合ってんだよね。まあ初見のやつもういねえな、言っちゃえば。全部最低1回はやってっから。で、今回ね、こいつティンカーボー、もうベルに至って読む気がない。ティンカーボー、ティンカーボーとエルサ、この2人でやっていこう。エルサ2人なのか、ティンカーボーに至ってこいつ人なのか分かんない、妖精だもんな。で、この2つはなんかね、結構効果範囲も一緒で比べられやすいんだけど、まあエルサがスキル貯めるまでに確か13個かな、必要なのが。で、ティンカーベルはスキル効果発動に確か14個だから、若干エルサの方が貯めやすいっていうのはあるんだけど、まあここら辺をうまく比較してみんなに見せれればいいなと思います。いくぜい。で、今回高得点狙いで一応行きたいから、この4つつけていこうかな。レッツだゴー。いやー、このさ、つむつむやってる人がどんどん増えてくの俺嬉しいわ。俺の動画がさ、俺の動画をなんかきっかけに、もしつむつむやる人とかがすごい増えてくれたら、運営の人なんか俺にさ5000個ぐらいなんかルビーくれねえかな。あ、来た、スキル。あ、イエー、なんか今さ、あれ通んなかった？シャレオツじゃね？え、シャレオツなんだけど、超シャレオツじゃん。で、これできれば、ちょっと待ってね、スキルを貯めていきたいのもあるし、見たいっていうのがあるから、でも高得点を取りたいから、ここでやってみよう。どれくらいだ？ 28 か。まあ、28ならまあいいかな。で、これ3回ぐらいやりたいな。できれば3回ぐらい貯めれたら高得点が出せる気がする。はい、はい、はい。ちなみにですね、スマホがすごい熱いんですよ。なんかなんかね、パソコンに映し出しながらやってんだけど、スマホ今すげえ熱いんだよね。よし、いいよ、いいよ。あ、ここもう一個行こう。で、これでっかいベイマックスがやると何倍になる。29。個数的には変わんねえのか。ただ単純に俺がまだ貯めれてねえのかな。あ、いけるか。おー、いいね。あ、でもここじゃダメだね。できれば空間がない時にやるのが一番いい。そうだね。今必死に勉強してます。今自分でも勉強になってるからね、この動画。俺見返した時に、あそこはこうした、こうすることができたんじゃないかとかよく思うからね。行こう。あ、まあまあいいんじゃない。これ何百でもできれば、せっかくエルサと比較して、エルサがね相当強いで有名だから、比較してやってるから、どれぐらい行きたいんだろう。300万、400万点ぐらいいければいいかなって思う。いいね。はい、ここで貯めよう。いいね。で、3回できれば一番ベストなんだよな。いいよ、いいよ。貯めてる、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 貯めてる。いけるか、いけるか。いや、でもこれすぐ発動。あ、いい。3回できた、3回できた。これ75万点結構いいんじゃない。貯めて、貯めて、貯めて、いいよ。で、ちなみにこのさ、長いさ連鎖をしてる間って見てなきゃいけないじゃん、ボムを。だけどね、これマジカルボムがあれば、マジカルボムを壊した瞬間、その長い連鎖をショートカットすることができんだよねー。よっしゃー、いいじゃん。あ、いいんじゃない。あ、結構いいんじゃない。400万点で。あ、でもこいつティンカーベルがもうさ、このスキルあれだね、ティンカーベルが横に通るっていうちょっとおしゃれな感じ出してくんだね。500万点。ブラボーブラボー遊戯ボーイ、500万点はなかなかいいでしょう。いいじゃん、いいじゃん、いい。あ、ティンカーベルで500万結構いけたな、俺。あ、結構いけた。もうレベル8にしたらまあまあいいんじゃない。しかもティンカーベルがなんか横に素通りしてく感じ、あれ好きだよ。全然こっちに興味ない感じ好きだわ。で、今回そして2体目、エルサ。エルサはね、つむつむ最強ランキングみたいなサイトでも常に2位、3位、4位ぐらいにいる本当に強いつむなんだよ。でもね、俺全然使ったことないの、こいつ。だって相棒であるこのラプがレベル50に対してエルサのレベル11って、他のツムでやった時に出てきたのを貯めてレベル上がったみたいなもんだからね。というわけで今回やりましょう、エルサ。ちなみに今回の今スコア見れたかもしれないね。ちょっともう一回、まあ終わった後に説明するわ。全然今自分で何喋ってるか全然自分の中で整理してないから、喋ってる順番が今バラバラになってるわ。一回落ち着く、深呼吸をするわ。
はい、やりましょう。深呼吸クソ長いでしょ。何してたんだってくれ。深呼吸長いでしょ。もう深呼吸してねえからね今。よし行くぜ。どうやるんだこれ。でも分かるんだよ、下に氷を溜めるやつだろこれ。何回かは使ったことあるからね、言っても。はい、でなるべく6以上溜めたいんだけど溜めよう。うん、で壊す。シンプルだけどな、全然。これの何なんだろう、これ別にそんなに強いの。あ、得点高っ。これもうやっちゃっていいな、これプラス5秒のためにやっちゃっていいな。あ、たまるね。あ、たまるわ、すげえ。13個、スケールが13個だから溜めやすい、食べやすい。もうあたかも、あ、この間こっちでもできるんだ。うわ、溜めやすい。あ、今余計なことして、食べやすいとしょうもないこと言ってるからだ。溜めやすいわ。ただこれ24ってさ、俺一応スケールマックスだよ、少なくね、なんか24って。いいね。で溜めて、今何点ぐらいなの。でも6コンボはできてないな。でここで溜めちゃっていいかな、もうすぐ5秒、次すぐプラス5秒に行くようにしていい気がするな。あ、でもなんかツムが全然ダメなの、溜まり方が良くないな、あまり良くない。なんかエルサのためだけのツムの消し方になってるから、連鎖が全然できてないな。連鎖をできればね、あのプラス2秒ボムとかをね出せるようにしてんだよね。あのタイム増えるボム、あれはあると結構ねいいんだけど、あれ確か8連鎖以上じゃなくて出てこないんだよね。オッケー、いいね。あ、言っても結構溜まってんな。あ、結構溜まってんな、これでも。よし、いいね。うわ、これでもう100万点ぐらい貯めれるんだ、1回で。あ、いいね。うわ、もう343万点だ。これもしかしたらさっきのティンカービルより全然いけるかもしんない。いいね。あ、やばい、余計なことした。これは低いね。ボムを壊してからにすればよかったね。はい、ボム壊してから。もしくはボムでも1個溜まるの待つのがいけないのか。あ、いい。これいい。これ、いくない？これ本当に。これ本当によくない？うわ、もう500万点いくよ。あ、確かにエルサ強いわ。でもこれ多分俺エルサの使い方あんま良くないんだろうな、きっと。経験者から見ると。はい、はい。いや、多分あんまり良くないんだろうな、これ。エルサ使いからすると。477万でしょ？で、アイテムボーナスとスコアボーナスつけると考えても、600万でしょ？でもこれあんま、多分エルサ使いってなんか、1500万、2000万、いや、そんなにいかないか。1000万点から2000万の間を言ってる気がするもん。ちなみに皆さん見てください。今週のハイスコア、私ついてですね、1471万点を出したんだよ。さっきのティンカーベルの時にはもう出てたと思うんだけど、ついに私1470万、もうその1500万台のね、を、なんか壁ではねえな。大台に突入だわ。で、もうこの動画次回に繋ぐから終わるんだけど、俺確か今年の1月、去年じゃないな、1月ぐらいだったかな、に、800万か900万ぐらいだった気がして、で今1400万でまあ600万ぐらい上げてるから、あと3ヶ月後ぐらいでも、もっと今ちょっと今ツムツムブーム来てるから、2ヶ月後ぐらいにも2000万点いけるようになるんじゃないかなってぐらい、ちょっと頑張っていこうかなと思います。俺ねツムツムやってるけど、単純にレベルが低いんだよね。今レベル300レベルまでいけるんでしょ。レベルボーナス 30% ぐらいいけるんでしょ。だから俺レベルボーナスをもっと上げて、まあここでのスコアを加算できるようにしていこうかなと思います。それでは皆さん、次回正直何のツムを使うか一切決めてないけど、そろそろマレフィセント、俺マレフィセントくっそ下手くそだからまあちょっとマレフィセントとラプの俺が一番高得点出せるコンビでやってみようかなと思います。もしくは他のやつ使ったりで。というわけで皆さん、次回以降もよろしくお願いします。それではじゃあね、グッバイ。あ、8プー使うのもいいね、コイン貯めれるから。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね登録できるかと思います。次、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない文なんだけど、そのね矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の
肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。